八つ枯れの剣術は異国で買った侍大戦という書物で学んだもの。著者のマスター盆栽は他にも侍文化の解説書をいろいろ書いていて、いわば八つ枯れの心の師匠にて候。異国の生活の方が長かったゆえに八つ枯れの趣味嗜好は異国によっている。納豆を平気で食せる舌が羨ましいなり。お団長はみりん殿と仲が良きように見えるが、最近の彼女について教えてはもらえぬだろうか。幼なじみとて10年以上も会っていなかったんだ。もっといろいろ知りたいなりよ。良いではないか、良いではないか。前にも言ったはずです。私には心に決めた許嫁がいると。もちろん覚えているとも。だが諦めて身を引いた後かえって燃え上がるものがあってな。この程度の不義は花嫁修行。さあ良いではないか、良いではないか。失礼つまかつる。お前はつまかつる。八つ枯れの名はシオン。先日用心棒に雇っていただいた侍にて候。夜も深まった頃に恐縮ですが、お大臣に報告があって参ったなりです。八つ枯れ候なりです。警備の増員の話は聞いておるが、わしの知る侍とはなんかちょっと。ごめんなすって。侍文化は勉強中の身にて。勉強？なんだ、つまりエセ侍か。まあどうでもいいが、報告とは。くせ者にて候。宮殿周囲に数名の人影を発見。直ちに警備兵の招集許可を。はあ、何かと思えばただの不審者か。その程度は捨ておいて構わん。お大臣、少数なのは腕に自信がある可能性も。賊の偵察など過去に何度もあった。だが本当に襲ってきたことは皆無。この厳重な警備の前では誰もが諦める。今後は報告を吟味せよ。わしは多忙の身なのだよ。失礼つまくつった。では八つ枯れは巡回に。あのすみません。私もちょうど帰り自宅を。不審者が怖いので町まで一緒に。何を言っておるのかい。まだ掃除が済んでおらんぞ。巡回に戻るんだ女侍。この娘はわしがきちんと面倒を見よう。いいな。何？お大臣、この娘の表情はただことではなき。正直に答えるなり。この部屋で何があったのか、何をするつもりだったのか。用心棒さん。何度も言わせるな。さっさと戻るんだ。侍だか衛生侍だか知らんが、用心棒になったのは金のためだろう。さあ行った行った。お前の雇用なんてわしのさじ加減一つ。主君の機嫌を損ねては本末転倒だぞ。
ここまで奥まったところに来りゃ警備とかの数は減るみてえだな。寝室とか私生活の場所みたいですね。この先に大臣さんの部屋もあるはずです。急ごうぜ。依頼主の許嫁がセクハラにあってんだ。どんなに偉い奴でもとちめてやる。あ、Pさん、あの突き当たりの部屋、とても立派な食材がありますよ。お、ほんとだぜ。準備はいいか？凄腕の用心棒がいるかもだぞ。油断大敵ですね。ひとまず、慎重に様子を伺って。盆栽遊王旗。無糖！うわぁ！なんか吹っ飛んできたぞ！この白目を向いてるのは、大臣さん？ごめんなすって。エセ侍には力の加減がわからぬゆえ。用心棒さん、すみません、私のために。よき。侍とは弱き者の刀そのもの。用心棒に身を落とそうとも、その職さえ首になろうとも、侍の心まで失っては、本末転倒なり。いや、壁ごと粉々だぜ。無糖って普通にぶん殴ることかよ。そこもとたちは？そこもと？オイラたちは旅の気空団だぜ。あの大臣のことで用があって。気空団？そこもとたちが先のクセモノの正体か？誤解です。私たちは依頼でここに来たんです。依頼主さんの許嫁の給仕さんがまたひどい目に遭ってるかもって。許嫁？あなたたちの依頼主というのは？下がっているなり。侍とは忠義、主君が成敗に値する悪でもこの宮殿を守る義理はある。そこもとがクセ者たちの棟梁と見た。八つ枯れと尋常に勝負するなり。潔き。そこもとも侍を志す者なのか？別の形で知り合いたかったなりが。ではつばかせ盆栽流奥義寿司三昧。足さばきのみでかわすか？だが寿司は一皿二貫と決まっている。おいおい、あの姉ちゃんなんかすごいぞ。とんでもねえ運動神経だぜ。なんとか止めないと。でも二人とも早すぎて。追い詰めた。盆栽流秘技、天ぷらのひらめき。なんという動体視力か。では次こそ盆栽流秘奥義茶柱両乱。そう、なんたるざまだ。おい、誰かおらんか？ここにクセ者と謀反人がいるぞ。の野郎がいちまったぞ。用心棒さん、そこもとはお大臣を止めるため
我が身を顧みず。二人とも大臣は捕まえたぜ。警備兵が集まる前に一旦脱出だ。こっちに秘密の通路があります。出口に依頼主さんがいるはずですので。承知。話は許嫁殿に聞いたなり。この度は誠にごめんなすって。いいってことよ。姉ちゃんも正義とか忠義とかいろいろこだわりがあったんだろ。侍文化って言うんですよね。さっきの剣術も侍文化なんですか。しかり、侍文化とは東国の地を発祥とする概念だが、八つ枯れは東国の出身ではあるものの、幼い頃に移り住んだ異国で育ったなり、故に言葉も服装も中途半端。異国で知り得る知識は誤謬も多々あり、正直に言えば八つ枯れはエセ侍にて候。おお、でも刀の腕前は本当にすごかったぜ。なんだって用心棒をやってたんだ。八つ枯れはより侍文化を知るため本場の東国に向かっていたなりよ。だが泥棒にあって交通費がつき、一度は再び貯めたものの詐欺に遭い、そして今度は職も失った。八つ枯れはいつ東国にたどり着けるか。そうだったんですね。お、だったら私たちの船に乗りませんか。そこもとたちの船に。依頼で交通費を稼いだり、東国に近い島に寄ったり、実際に降りる機会もあるかもですよ。いいですよね。ありがたき、ぜひご相伴に預からせてもらおう。わーい。では宿の前に船に行きませんか。早速団員さんたちを紹介させて。ござる。皆さん、お怪我はありませんか。依頼が終わったって聞いたので。ん、みりん。あ、しおんちゃん。なあなあ、この状況は一体何なんだよ。他のみんなもシオンが集めたんだろ。ルリアは理由とか聞いてねえか。私も時間と場所の他には何も。シオンさんどこか思い詰めてて、でも確かポツリと言ってたのは私たちに何か見てもらいたいとか。はあ、この何もねえ野原で何を見せるんだ。あ、シオンさんが一歩前に。ミリン殿、八つ枯れの文は読んだなりね。どうざる。拙者も一緒のこと思ってたんだ。最近は春日和が続いてたもんね。一緒。八つ枯れとそこもとの再会は
運命だったということなりか。うんうん、最後に会ったのは10年以上も前なのに、一目でシオンちゃんだって分かったよ。シオンちゃんは拙者のこと分かった？無論、本物の名刀、本物の着物、本物の東国を知る佇まい、一目で分かったなり、奴がれは所詮エセ侍に過ぎぬと。だがエセにはエセの意地が。エセ？その着物に似せた服装のこと？拙者はオシャレだと思ったよ。どこで買ったの？お値段とか聞いてもいい？別に値段は。この服は買ったというか、異国の素材を切ったり縫ったり。素材？シオンちゃんがあつらえたってこと？すごいすごい、間近で見ても既製品みたいだよ。そうかな、資料の見よう見まねで。お裁縫は拙者も好きだけど、ここまで凝るのはプロ並みだよ。今度拙者にも教えてもらえる？もちろん、この決闘が終わった後一緒に。シオンちゃん？自制の談義はここまで。ここより語るは刀にて。海に書いた通り決闘を始めるなり。盆栽流は目録。シオン、いざつまかせる。シオンちゃん、こっちこっち。使い終わった食器はこっちだよ。みりん殿、まだ洗ってないが置いてもよき？よきよき、うちは洗い物も当番制なんだ。そろばん塾の給食と一緒だね。ああ、そろばんか。あの教室の匂い好きだったな。いつも縁側で寝てた猫は覚えてる？さあ、さすがにそこまでは。そっか。あ、そういえばここにも猫がいてね。ああ、二人とも昔話に花でも咲かせてるのか？お団長たち、別に昔話というほどのものでは。ミリーさんにいろいろ聞いてますよ。お二人は一緒の島出身だとか。ござる、当時は隣近所に住んでたんですよ。背丈がススキより低かった頃なので、ちゃんとは覚えてなかったんですが、最近はいろいろ思い出せて不思議ですね。八つがれの記憶も曖昧だが、ミリン殿のうちの侍屋敷は覚えている。八つがれの両親は貿易商にて、長期間うちを留守にする際はたびたび面倒を見てもらっていたなりよ。素敵な関係ですね。子供の頃に会ったきりなのに、お二人ともパッと気づいて。まあ、侍のいでたちは独特にて、嫌がおうでも思い至るなり。確かにみりんは分かりやすいよな。たまに出る言葉とか仕草も独特だぜ。拙者のうちは特に変わってるので、異国では注目を浴びちゃいますね。とっても可愛いと思います。シオンさんの口調も侍文化なんですか？しかり。だが教材は異国の書物、正確かどうかは不明にて。拙者はかっこいいと思うな。合ってるかどうかは二の次っていうか。あ、そういうものだろうか。うん、侍文化だって時とともに変わってるから、己こそが侍だって自信が大切なんだよ。
そうか。己こそが侍。だが八つ枯れに侍を称する資格が。シオンさん？ああ、何でもなかりけり。では八つ枯れは失礼つまかせる。なんだ？シオンのやつ急に行っちまったな。気になりますね。侍文化のことで何か悩んでる？あ、でもそういえばシオンちゃん、子供の頃は確か普通の言葉で喋ってたような。はあ、東国に住んでた頃は普通に喋って異国で侍言葉になったってことか？どういうことなんでしょうか。はあ、子供心に必死だった。家族を心配させるわけにもいかなかった。罪悪感がよぎっても目を伏せて何も考えないように努めた。だがそのまま10年以上が過ぎ、侍文化の名残も消えた頃に転機が来た。八つ枯れは侍文化を捨てたのに、刀は八つ枯れを見捨てなかった。あの日から1年、己なりに必死で侍文化を学んだが、みりん、本物の侍、八つ枯れの努力は無駄だったのか。再び侍を志すなど虫が良すぎたのか。やはり確かめねばなるまい。所詮はエセ侍とて意地はある。この刀で己こそが侍であると。盆栽流は目録。シオン、いざつまかせる。おいおいおい、シオンがみりんに切りかかったぞ。まさか本気で？でもみりんさんかがんだまま見てません。立って、みりんさん。突き襟、盆栽流最奥義、冷ややっこ描画。平気？は？ああ、まあ。あのことは覚えてる？昔、二人で土の子を探す旅に出たの。あちこち野原を巡って、道に迷って、夜になって、帰った時は父上にげんこつもらったな。ああ、ちょっと覚えているような。
ツチノコなんて興味なかったのに、なんでそこまで熱心だったんだか。まあでも今になって振り返ると引っ越す直前だったせいかもね。ん？そのあたりの時期だったか。何を思ったかは覚えていないが、子供なりに予感があったのかな。お互い二度と会えないだろうと。でも会えたよ。一緒にご飯も自然観察もできてる。あと今度は裁縫も。この島には大きな町があるんだってさ。道具とか素材を揃えるのを付き合ってね、ミリン。もちろん私でよければ付き合うよ。この決闘が終わった後一緒に。あっ、シオンちゃん？自制の談義はここまで。ここより語るは刀にて。では文に書いた通り決闘を。なあなあ、いつまで二人で遊んでるんだ。オイラたちそろそろ帰っていいか。帰る？待て、ヤツガルは遊んでなど。そうなんですか？切りかかるふりとか蝶々の観察だとか、公園で遊んでる子供みたいだったので。誤解なり。お団長たちを呼んだのは本当に決闘するためであって。決闘？しかり。何故キョトンとする？フミにも書いたはずなりだが。ござる。あ、ござる。あのすごい達筆のフミ、あれは決闘って書いてあったんだ。あ？あ、ごめん。あのさささっとしたためる草書っていうの？拙者もあんまり読めないんだ。でも最近天気がいいのもあって、シオンちゃんと遊びたいのもあって、お花見とかのお誘いかなと思って。ほんとごめん。あなるほどな。妙にテンションが食い違ってたわけだぜ。でも分かり合えてよかったですね。私たちも事情を聞かずに来ちゃって。とするとこの後は決闘に立ち会えば。あ、決闘？お二人が決闘する？ござる？徒競走とかそういうの？団長さんたちも一緒に？あなんだ？またシオン一人テンションが変だぜ。失礼つばかつった。決闘はシャレにて候。皆を誘って自然の空気でも吸って頭をすっきりさせたかったなりよ。そっか、すっきりはできた？おかげさまにて。少々息を詰めすぎていたなり。あの、私も徒競走の決闘に出ていいですか？最近ずっと船だったので運動不足に。いやあ、ルリア、なんてこった。とんでもねえ速度で行っちまったぞ。待て、盆栽流裏奥義、そばつゆ跳ねる。落ちた。お団長はルリア殿。ミリン、つばかつるよ。ごめん。東国でも侍文化は過去のもの？うん、言葉も習慣もすっかり普通だよ。
着物とかあんまり見ないかな。でもシオンちゃんが住んでた頃から侍文化はとっくに廃れてたはずだけど。本当に？だが八つ枯れの記憶では確かに。シオンさんの思い出ってだいたいミリンさんのお家なんですよね。ミリンさんの父上さんと母上さんは侍文化が好きで移り住んだほどなので、そういうものばかり記憶に残ったとか。記憶が歪んでいたのか。幼い頃の曖昧な認識が幻想になって。なんかごめんね、拙者の両親は独特だから。まあ誰が悪いってわけでもねえだろ。侍文化が続いてても終わってても特に困ったりすることはないはずだぜ。あ、でもシオンさんは侍文化をちゃんと知るために東国に向かってたんですよね。しかり、このエセ侍館を払拭するために。エセ侍館か。とりあえず拙者の両親に聞いてみる。他にも先輩の侍さんとか知識豊富な団員さんとかもいますよ。そうだな、あちこち相談すりゃいいさ。こういうのも修行っちゃ修行だろう。お団長たち、しかり。では今後も空の旅に相伴させてもらおう。ご厄介つばかつる。ありがとうな。